伊豆・加茂地域の食材で地元の高校生が作ったお菓子や野菜を販売するマルシェが河津町で開かれました。このマルシェは加茂地区の高校生たちが地域の食材に触れることで地元の良さを知るきっかけにしてもらおうと県が開きました。会場には各学校などがブースを構え、伊豆特産のところてんをタピオカに見立てた飲み物や地元の和菓子屋と共同で作ったお菓子、校内の農園で収穫した野菜など高校生たち自慢の一品が並びました。素晴らしいよね。これだったら起業できるんじゃないですか。地域のことにも興味持ってもらえるし、とてもいいことだと思います。高校生としてあまり体験できないことだったので、一番嬉しいことですし楽しいことなんで、これからもやれたらいいなと思ってますね。このほか吹奏楽部の演奏や学習の成果を発表するコーナーもあり、会場は高校生の熱気に包まれていました。